はい、どうもこんにちは。今回は出るからとてつもね荷物が届きましたので、早速開封していきたいと思います。あ、これは逆ですね。今回はですね、デルの 23.8 インチの 4K モニターっていうのを購入いたしました。結構大きいんですけども、早速中身見ていきたいと思います。まずここに、これ何ですかね、ディスプレイポートのケーブルが入っていました。はい、こっちは USB3.0 のケーブル、B タイプと A タイプがそれぞれっていうのが1本、電源ケーブル1本、ドライバーや取説などの各種書類が1セット、プランプランのプラスチックの中入ってます。こちら、じゃん、こちらがモニター本体でございます。はい、こちらがねモニターを立てかけるスタンドになりますね。はい、以上これで空っぽになりました。はい、これがスタンド。はい、続いてメインの本体いきます。シュワッとジュオ。はい、こんな感じですね。24インチのモニターでございます。こう見ると大きいですね。24インチでもなかなか大きいなと思います。はい、こちら裏面なんですけども、いっぱい端子があります。左から HDMI、 ディスプレイポート、ミニディスプレイポート、あ、重たいディスプレイポートがもう1個、多分こっちはアウトの方ですかね。ディスプレイポートはインとアウトが、1つずつついています。そしてオーディオのインターフェース、そして、USB の、B タイプが刺さるポートで、こちら3つが、USB3.0 の USB ハブ機能となっております。重たい。はい、では早速組み立てていきたいと思います。はい、ディスプレイはねこんな感じでここはめ込むだけでよかったので、とっても取り付け簡単でございます。はい、ディスプレイこんな感じでございます。こちらね、高さが調整可能で、こうやって下げるとこのように、まあ、下げるとこういった感じですね。まあ基本的にはこういった感じで使うと思います。そして、角度も調整できます。このようにねまっすぐにすることもできます。そして一番高い状態から回転させると、ぴゅっと、はい、このように縦長のタイプのモニターに変化することも可能でございます。こんな感じですね。はい、そしてさらに、こちらこのようにね、回転させることもできます。結構回りますね、画面が。この感じで角度をつけることもできます。非常にね、柔軟な置き方に対応できるモニターでございます。はい、こちらのデルの、P24159 っていう 4K の液晶モニターなんですけども、お値段なんと5万180円だったかな。モニターにしてはものすごく高い部類なんですけども、 4K モニターからすると、かなり安い部類に入ります。そしてさらに 4K で24インチっていう選択肢はもう出るしかほとんどないんですよね。今の2016年1月現在ではこの選択肢しかございませんでしたので、もう迷わずポチってしまいました。ヤフオクで最初狙ってたんですけども、時期が悪くてねなかなか出品がなかったので、こちらをもう Amazon で新品購入してしまいました。今からねこちらを最近開封したデスクトップ PC と接続してどんな感じに映るのか見ていきたいと思います。はい、一応こんな感じで無事、設置することができました。ちなみにね下のところはAmazon でね、非常台っていうのかな、そういうものが売ってたので、こういうところにキーボードをしまえるようにするための、台をまた別で買いまして、その上にこのモニターを載せてるといった感じですね。画面もね、こうやって上がったりするんですけども、今私は一番下に下げて使っています。ここで随分ね、高さが持ってかれてしまってるので、これ以上高くしてしまうとね首が疲れてしまうので、今この感じでちょうどいい感じで使っております。画面はねアンチグレアになっていますので、反射が結構、軽減されている感じですね。私が以前使っていた 4K のダイナブック
のノート PC は、グレア液晶だったのですごい反射が激しかったんですよね。スマートフォンとか、そういった画面でよく採用されているものになるんですけども、まあ、それと同じ感じで結構映り込みがひどくてめちゃくちゃ綺麗ではあったんですけども、でも映り込みがすごいということでですね、今回このアンチグレアの液晶っていうことで、結構見やすいんじゃないかなといった感じでございます。それではね、電源入れてみましょう。電源はここにあります。ポチッと、はい、こんな感じでですね、映りました。今、こちらはね、付属していたディスプレイポートのケーブルを接続しています。ディスプレイの方にミニディスプレイポートの端子で、そしてパソコン本体にディスプレイポートの端子を接続して今映像が映っているという感じですね。このディスプレイの付属品にですね、元からミニディスプレイポートとディスプレイポートっていう風なケーブルが1本入っているので、そういった形式に必然的になるんですけども、例えばね、 Surface Pro4とかね、プロ3とか、まあそういった感じのミニディスプレイポートが搭載されている端末に接続する場合は逆をすればいいわけですよね。こっちにはミニディスプレイポート以外にもディスプレイポートの入力端子もありますので、ミニディスプレイポートが出力となっている端末でもこちらのディスプレイ付属品だけで使うことができます。まあなかなか柔軟な対応ができるなといった感じでございますね。はい、今映し出しているのが、こちら、デルのホームページの使用表になるんですけども、まあ、詳しく見たい人はね、一時停止するか、デルのホームページで見ていただければと思います。解像度が 3840×2160 の 60Hz 対応ということですね。はい、Windows でも現在、このように、ここがね、3840×2160 といった感じで、4K 表示できております。ちなみにですね、こちらテキスト、アプリ、その他の項目のサイズを変更するっていうところがあるんですけども、これ Windows 10と Windows 8にはありますね。 Windows 7でもありますけども、まあちょっといろいろ挙動が違ってくると思うんですけども、これをね、100% にしてしまうとこう、まあこうなりますよね。ドットバイドットの表示になっております。今この辺とかね、タスクバーやばいですよね。ちっちゃさがこんだけしかないですよね。上の方もね、こういった感じで、すごく綺麗に映ってるんですけども、ドットバイドット表示にするとこのような感じで細かく映ってしまって、画面自体のね、情報量は増えます。増えますけども、まあちょっと普段使いにはきついといった感じですね。ウェブページの表示なんかもなかなかきついですね。こんな感じになってしまいます。さっき見てたページなんですけども、こんな感じですね。結構間が余白空いてしまってる感じで、なかなか使いにくいといった感じですね。はい、そしてね、今このようにエクスプローラーの表示今してますけども、エクスプローラーも同様の感じで、ドットバイドット表示ですごい小さくなってしまっています。で、4K 表示の場合は、この項目のサイズっていうのが 200% 推奨というものになっています。この 200% にすることによって画面のね、密度とか解像度は 4K を保ったままテキストの項目だけを大きくしているので、見た感じはフル HD の、アイコンのサイズとほぼ同じ感じで使うことができるといった感じですね。普段はこういった感じで使ってるんですけども、 200% は少しだけ大きいかなといった感じですね。なので私は 175% にしています。まあ、175ぐらいが一番小さくもなく大きくもなくといった感じですね。そしてこの応答時間っていうのが、2段階ありまして、標準だとこの 8ms で、高速だと 6ms。 これ、時間っていうか応答速度がね、この数字が小さいほど反応速度がいいということにはなるんですけども、まあこの 4K のディスプレイにしてはまあなかなかいいんじゃないでしょうか。まあゲーム用とかではないので、まあそれほど速いというわけでもないですけども、まあ、全然実用範囲内ではないでしょうかね。この液晶ディスプレイは IPS 方式というディスプレイになっています。なので今これ横から映してますけども、横から見ても、あまりね、色ムラがなく綺麗に映るといった感じですね。視野角が広めということですね。なのでここの視野角が178度水平垂直
たこの上下どこから見ても178度までは、行けますよといった感じですね。まあ、ここまで来るとなかなかきついものがありますけどね。まあ、こんな感じでございます。HDMI に関しては MHL という入力方式、スマートフォンをね HDMI 形式で出力するタイプのものにも対応していますので、スマートフォンをこのディスプレイにつなげると、そのまま画面がミラーリングできるといったことも可能でございます。はい、近くで見るとこのような感じですね。近くで見てもドットがほぼ見えないというかね、非常に綺麗ですね。文字もねこんな感じで紙に描いてるんじゃないかっていうぐらいのこの綺麗さ。文字って、画面にね映し出すとピクセルのカクカクっていうのがどうしても目立ってしまうと思うんですけども、 4K だとそれを感じさせないぐらいの綺麗さで、フォントも綺麗に出力されますし、アイコンもね、このような感じで対応しているものは綺麗に表示できております。まあ、カメラで映らないんですけども、まあ以前使ってた 15.6 インチのノートパソコンと比べると、まあ若干画面のギラギラ感、画面のっていうかピクセルのねギラギラ感っていうのはまあ多少出てしまうんですけども、まあそれは画面がね物理的に大きくなってピクセルがね見えやすくなったということなので、まあそこは全然仕方ないなと思ってるんですけども、こんなに近づいてね、画面見る人なんかなかなかいないと思いますので、まあ、ギラギラ感も、普通にね使う分には全然感じられないですね。非常に綺麗でございます。はい、上の方もこんな感じですね。円っていうかね、丸い描画も綺麗に映っております。はい、続いてはですね、こちら画面の右端にあるボタン類の説明ですね。まあここ別にそんなややこしいとかっていうわけでもないんですけども、まあちょっと操作性には欠けるところはありますよね。ボタンのメニューの表示の仕方は、まあこれどれか押していただくと起動することはできます。で、一応ねこのようにどのボタンを押しても最初のメニューは同じです。表示させるだけなのでね、この2つに関しては、プリセットを自分で変えることができます。まあ、これはこの後説明しますけども、ここの、お、消えちゃった。この光のコントラストとか輝度とか、あと入力信号っていう部分はね、今、デフォルトのとちょっと違うんですけども、ここは自分で入れ替えて使うことができます。そしてメニューを選択すると、こんな感じで、大きくてしまった。メニューが表示されます。で、ここで上下ですね。で、ここでメニューの中に入る。で、ここで選択、入れ替え。まあ、ちょっとね、操作性が縦なんでね、ちょっと直感で分かりにくい部分あるんですけども、まあ、慣れれば全然ね、まあ、あんまこういうところしょっちゅういじったりはしないので、まあ、全然大丈夫かなと思います。明るさもね、100% にしなくても、なかなか、なかなか眩しい。うん。まあ、いつも、時間に合わせてますけども、まあ、大体夜とかだったらね、電気使ってもまあ 50% あれば十分なのでこんなもんですね。で、入力信号はディスプレイポート、ミニディスプレイポート、 HDMI3 つがあります。今はミニディスプレイポートで接続していますので、真ん中がついています。まあ、あとはこの辺も自分で変えれますね。で、プリセットモード、ここのところなんですけども、これ色変わるんですよね。青、まあ、これが標準ですね。で、マルチメディア、ムービーを結構、ムービーは結構青くなります。で、そして、これがなんだ？ゲームか。用紙。これ結構黄色いですね、画面が。で、そして、暖色。紙の、用紙の方がちょっと、黄色がかった感じですね。で、これが暖色で、寒色。まあ、これはかなり青めになってますね。で、ここユーザーカラーは、自分で色味を選択することができます。で、 あとディスプレイはこれシャープネスとかいろいろ変えることができます。で、さっき言った応答時間、反応速度ですね、ここを通常と高速で切り替えることができます。で、通常にしてってもね、なんか損した気分かなと思ったので、今一応高速にしてますけども、ほぼ変わらないといった感じですね。
で、そしてここでまあ各種ね節電設定とかが行うことができるんですけども、この USB 今ちょっとグレーアウトしてしまってるんですけども、ここがなかなか厄介なんですよね。で USB 3.0 のハブ機能がこのディスプレイにはついてるんですけども、まあ、ハブの部分が3つで、入力っていうかね、あのインの部分が1個で合計4つの USB 3.0 ハブが搭載されているんですけども、その USB ってね、これディスプレイの電源切っちゃうと USB も切れてしまうんですよね。なので、まあ、外付け HDD を、まあ、このディスプレイのハブでつなぐことはないと思うんですけども、まあ、私以前そういった使い方をしていて、ちょっとあの配線の関係上ね、そういった使い方をしてディスプレイに USB HDD を挿して使ってたんですよ。で、ご飯食べに行こうと思ってディスプレイの電源だけを消したんですね、パソコンつけっぱなしで。で帰ってきたらハードディスクの接続が切れていて処理が途中で止まってたということがあったんですよ。なのでこれね、画面が切れると、まあ、主電源を切っちゃうから当然なんですけども、まあ、画面を切ると USB ハブが切れてしまうというのはなかなかね、どうにかならないのかなといった感じですね。で本来であればこの USB の設定を押すと、ここはねスタンバイの状態だからパソコンだけ切れて画面は、いつでも電源オンの状態にできるっていう、まあ、普通一般的な機能ですよね、ディスプレイにある。まあ、その状態で USB をアクティブにするかアクティブにしないかの設定がここで本当はできるんですけども、なぜか私の場合はグレーアウトしてしまっていて使えないんですよね。まあ一回 USB 抜いたらそこが反応して、まあ、そこで設定とかできたんですけども、まあよくわからないです。あんまり USB ハブ機能は期待しない方がいいなと。まあ、ただ転送速度とかはそんなに、変わらない、もう普通の USB 3.0 のハブだなといった感じですね。はい、でさっき言ったこのショートカットですね、こことここにプレセットできますよといったことなんですけども、ここもね、1と2で変えることができます。こんな感じで5つのモードから選べますね。はい、で最後その他っていうのもありますけども、まあこんな感じで、メニューは終わっておきます。でそしてこのメニューの、ボタン、こうやって付随ボタンで操作することもできるんですけども、ユーティリティっていうのもあります。付属の CD からね、インストールして使える機能なんですけども、このようにねディスプレイマネージャーといった感じで表示できます。でここで明るさ調整とかできるので、まあ調整ぐらいだったらもうここでやってしまった方が早いですね。であと画面のね色味設定はここですぐにワンタッチで変えることができます。自動はアプリケーションごとに色味を切り替える機能でございます。で、ここですね、この辺は画面分割の機能になりまして、まああんま使ったことないんですけどね、まあ、画面分割が行えるらしいです。ただ、よくわかりません。まあ、詳しい、ディスプレイの調整が行えますよといった感じですね。まあただ言えるのは、まあ、物理ボタンで操作した方が細かい調整できるっていった感じですね。まあ、ここはあくまでもまあ簡単なモード切り替えとかが行える程度ですので、まあこのユーティリティはインストールしておいたらまあ便利だけど、まあここぐらいしかないかなと、私にとってはね、そういった感じでございます。まあ機能面についてはこんな感じですね。であと、このディスプレイの大きさについてなんですけども、この端から端までは 566.64mm ということで、まあ約57センチぐらいの幅ですね。で縦が、これスタンド込みなので、こうやって上下する分を含んでのサイズなんですけども、 369.53mm から、499.53mm まで、まあ、約、37センチから50センチまで高さを自由に変えることができるといった感じですね。液晶内部については、527mm で、縦は 295mm、まあ、ここはあんま関係ないと思うんですけども、まあそれぐらいのサイズです。であと奥行きが 205mm、 20センチぐらいあるのかなということで、まあ、結構幅取りますね。こんな感じになっています。結構画面の回転とかね結構必要なので、ここがゆとりを持ったスペースになってしまっているのが、20センチ超えの原因になってしまっているんですけども、まあここも許容範囲といった感じですね。まあ結構奥行き限られる方はちょっとこのディスプレイは
といった感じではございます。まあ、ただ、一般的に机で使用する場合でしたら、まあそんなに幅取るわけでもないですね。こんな感じでございます。ただ一個どうしても言わせていただきたい、このディスプレイね、スピーカーがね別売りなんですよ。これ買ってからね、開けてでそして起動して気づいたことなんですけども、普通に使っててあれ音出ねえなと思って、でよくよく説明書見てみると、あスピーカーないんですねみたいな、そのスピーカーのことに触れられてなかったので、あの別売りとも書いてなかったし、もっと触れられてなかったんですねスピーカーは。なのでもう最初から、スピーカーをっていう概念がないみたいなので、別売りで購入する必要があります。デルのこの純正のね、ディスプレイにパコってはめれるようなタイプの USB 駆動のスピーカーが3400円ぐらいで、まあ、そんなに高くもないといった感じなので、同時購入する人がほとんどだと思うんですけども、私はまあ家に転がっていたホームシアターのセットがありましたので、それでとりあえず今、この背面にスピーカーを取り付けて、なんとか使っているといった感じですね。もう一個、ここもうちょっとっていうところが、4K の 60Hz、60フレームの表示がディスプレイポート経由でしかできないということですね。まあ、これはもう規格の問題なんですけども、 HDMI 2.0 に対応してないのかな、HDMI の60フレーム入力に対応してないというこのディスプレイ側の問題なんですけども、まあそれができるとよりね、柔軟な使い方ができたのではないかなといった感じでございます。で、あとこのディスプレイはディスプレイポートの出力がありましたけども、このディスプレイからさらに別のディスプレイに接続してデイジーチェーンの接続が行います。ただしですね、デイジーチェーン接続した場合はこれも規格が対応してないっていうだけの問題なんですけども、 4K の 30Hz 表示になってしまうんですよ。ディスプレイポート接続なのにもかかわらずデイジーチェーン接続してしまうと、まあ、規格上 30Hz の表示になってしまう、 4K でね。まあ、ここねいろいろ制約があるといった感じなので、本当に、シングルディスプレイで使う人、あとディスプレイポートで使う人向けの製品ですね。まあね、コストパフォーマンスには勝てませんわね。はい、はい、もうディスプレイのことだけなのにめちゃくちゃ長いこと話してしまいましたけども、いかがだったでしょうか。4K のね 60Hz 対応ディスプレイで約5万円はすごいコストパフォーマンスが高いというのはさっきも言ったんですけども、 23.8 インチっていうね、この絶妙なサイズがなかなか売ってないんですね。 4K っていうのはもう27インチ以降だろうみたいな、風潮がありまして、なかなかこういったサイズ感で売ってないんですけども、そういった小型サイズで 4K を導入したいという方は、ぜひおすすめでございますので、ぜひ一度 Amazon のページでね、見てみてはいかがでしょうか。今回はねこの辺で終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。